それではここからは今まで学んだことを活かしながら実際に実技練習を行っていきます。使う前に発泡体をこのように前足の方に移動させてください。使っていくうちにずれる場合がありますので、その都度同様にこの作業を行ってください。圧迫中に発泡体がずれる場合は斜めに圧迫している可能性があります。真上から押すことを意識してみてください。実技を行う前にまずは準備運動をします。怪我のないよう各自でしっかりと準備運動をし、空調や周囲のもの、服装など環境を整え、水分補給も取りながら無理なく練習をしましょう。実技の内容はこちらです。それでは一緒にやっていきましょう。はじめに小型犬、猫の場合の BLS を実際にやっていきますが、まずはセッティングからです。背中側に自分が来るようトレーニング機材を横向きに寝かせます。今回は練習ですので、映像と同じように鼻先が左側に来るように設置しましょう。圧迫位置を確認します。トレーニング機材の天井側にある手を少し曲げて体に沿わせ、肘を曲げます。この曲げた位置の少し上、心臓の真上です。この辺りに親指が来るように、お腹側から胸全体を包むように右手を置きます。力を入れるのはこのペットに触れている部分全体でしたね。背部側の手はペットの背中に優しく当てます。それではこの姿勢のまま試しに、この通常の状態に対して全体の幅の3分の1から2分の1圧迫します。圧迫時は親指だけでなく、このように床側にある手も使って圧迫します。では合図に合わせてゆっくりやってみましょう。圧迫して戻します。もう一度圧迫、戻します。この戻した時に手の位置が毎回圧迫位置から離れてしまわないように、触れたまま圧迫を繰り返しましょう。しっかり発泡体を圧迫できていますか？発泡体がずれている場合はお手入れの方法を見直してみてください。それでは実際に胸部圧迫を一緒にやってみましょう。まずは圧迫の深さを保つことを意識して30回やってみます。私の5秒カウントダウンとスタートの合図で、このペースメーカーの音が鳴ります。これが1秒間に2回のリズムですので、この音に合わせてやってみましょう。それでは30回の胸部圧迫を始めます。5、4、3、2、1、スタート。終わりです。今ので30回です。深さ、リズムの感覚をつかめたでしょうか？意外と腕が疲れると思うので、少し休ませたりほぐしたりしてから次の練習へ進んでくださいね。続いて圧迫した後に通常の幅まで戻すリコイルを意識する練習を一緒にやっていきます。知識編でも解説しましたが、この戻しが足りないと効果が発揮できません。特に疲れてくると戻しが中途半端になりやすいので、しっかりと戻すようにしましょう。それでは先ほどと同じように30回リズムに合わせながら、今度はリコイルを意識して練習します。それでは30回のリコイル練習を始めます。5、4、3、2、1、スタート。
終わりです。リコイルはしっかりできましたか？またリズムにも少しずつ慣れてきたでしょうか？次からはペースメーカーの音はなしで行っていきましょう。リズムや深さ、リコイルが不安な方は慣れるまでぜひ何度でも練習をしてから次のステップへ進んでください。ではここからはペースメーカーの音がない状態で練習します。今まで練習した深さとリコイルを意識し、音がない状態で試しに30回やってみましょう。30回の終わりのタイミング、つまり15秒後に合図を出しますので、それまで自分でリズムを意識しながら回数を数えてくださいね。それではペースメーカーなしの胸部圧迫練習30回を始めます。5、4、3、2、1、スタート。終わりです。いかがでしたか？このリズムはとても大切なので、体に染み込ませるまで何度もトレーニングしましょう。最後は胸部圧迫と人工呼吸のサイクルを2分間通して行います。ここで大切なのは30回胸部圧迫後スムーズに人工呼吸に移ること、そして人工呼吸後スムーズに胸部圧迫を再開することです。この間が空いてしまうとペットの命に関わるので、手際よくできるようにしましょう。通しを行う前に人工呼吸を確認します。このように、ペットの首を伸ばして、首の向きと鼻が一直線になるように。自分の体を倒して、ペットの口を閉じ、鼻孔から息を吹き込みます。ペットの体を起こしてペットの口を自分の方へ持ってきたり、鼻腔を完全に塞いだりしないようにしましょう。吹き込みは長く吹き込まず、1秒かけて吹き込みます。回数は2回です。2回目を吹き込む時には一度口を離してから吹き込みましょう。今の解説をもとに一度やってみてください。人工呼吸は大丈夫そうですか？それでは胸部圧迫30回、人工呼吸2回というサイクルを2分間繰り返しましょう。ペースメーカーはありません。自分で数を数えてやってみてください。また音はありませんが、映像では見本を流しています。あまり画面を見ると姿勢が崩れるので、できれば見ない方が良いですが、慣れるまでは時々見本を確認しながら練習してください。慣れてきたら画面を全く見ずにやるようにしましょう。もちろん今まで練習してきた圧迫の深さ、リコイル、正しいリズムを忘れずに。それでは準備をしてください。では2分間のサイクル練習を始めます。5、4、3、2、1、スタート。ブーちゃん、ブーちゃん。誰か来て。お兄ちゃん、動物病院に連絡して。お姉ちゃん、タクシー呼んで。
終わりです。お疲れ様でした。これが2分のサイクルです。いかがでしたか？実際にやってみるとかなりハードだったのではないでしょうか。実際の救助の場面ではこのサイクルを2分ではなく医療機関に引き継ぐまで続ける必要があります。小型犬、猫の場合片手での圧迫ですので救助者の負担も大きいですが、 BLS の質は落とすことなくペットの命を救うために頑張りましょう。続いて中型犬以上です。見本のようにトレーニング機材の準備をします。ペット BLS の表示が自分の右手前に来るようにシートを広げます。キューブは枠線にぴったりはまるように置きましょう。まずは手の置き方、姿勢を一緒に確認します。手の置き方は片方の手を大きく開いてその手の甲の上に反対の手を重ねペットの圧迫位置に置きます。力を入れる部分は下にある方の手のこの部分です。続いて救助者の姿勢の確認です。正面から見たとき体の中心に手が来るようにしましょう。力をしっかり均等に伝える、バランスを崩さないようにするために肘を曲げないようにし膝を肩幅ぐらいに広げます。横から見るとこのようになります。圧迫している場所から垂直のところに肩が来るようにします。姿勢はできましたか？それでは試しにこの姿勢のままキューブ全体の幅の3分の1から2分の1圧迫します。合図に合わせてゆっくりやってみましょう。圧迫して戻します。もう一度圧迫、戻します。この戻した時に手の位置が毎回圧迫位置から離れてしまわないように触れたまま圧迫を繰り返しましょう。それでは実際に胸部圧迫を一緒にやってみましょう。まずは圧迫の深さを保つことを意識して30回やってみます。それでは30回の胸部圧迫を始めます。5、4、3、2、1、スタート。終わりです。今ので30回です。深さ、リズムの感覚をつかめたでしょうか？意外と腕が疲れると思うので少し休ませたりほぐしたりしてから次の練習へ進んでくださいね。続いて圧迫した後に通常の幅まで戻すリコイルを意識する練習を一緒にやっていきます。特に疲れてくると戻しが中途半端になりやすいのでしっかりと戻すようにしましょう。小型犬、猫の時と異なるのはリコイルで肘が曲がらないこと、肩の位置が下がらないことを意識しましょう。それでは先ほどと同じように30回、リズムに合わせながら今度はリコイルを意識して練習します。それでは30回のリコイル練習を始めます。5、4、3、2、1、スタート。終わりです。リコイルはしっかりできましたか？またリズムにも少しずつ慣れてきたでしょうか？次からはペースメーカーの音はなしで行っていきましょう。リズムや深さ、リコイルが不安な方は慣れるまでぜひ何度でも練習をしてから次のステップへ進んでください。ではここからはペースメーカーの音がない状態で練習します。今まで練習した深さとリコイルを意識し音がない状態で試しに30回やってみましょう。
30回の終わりのタイミング、つまり15秒後に合図を出しますので、それまで自分でリズムを意識しながら回数を数えてくださいね。それではペースメーカーなしの胸部圧迫練習30回を始めます。5、4、3、2、1、スタート。終わりです。いかがでしたか？このリズムはとても大切なので、体に染み込ませるまで何度もトレーニングしましょう。